皆さんこんにちは、あやぶちゃんです。なんとヤフオクで、超レアな、プラレールトーマス、セットを買ったんで、紹介していきたいと思います。こちらですね、じゃん。結構レアですけども、これ、プチで巻かれていますね。プラレールビル&プラレールベン、港の仲間セットを買いました。いやー、ついに念願ですよ、念願。いや、もうほんと結構数万しました。なんと、この価格、1万から入札スタートし、1万から値段がスタートし、なんと僕20万円設定したんですけど、なんと、10万1000円で落札され、クーポン2500円引きを使って、で、T ポイント404ポイント使って、なんと、98,096 円と、着払い1,540 円で、なんと合計価格が、なんと、99,636円しました。まあでも10万円以下でまあ買えてよかった。これはもう超なき、まあセットですね。まあ去年はドナルド・ダグラスの一角列車セットで86,000円ちょっとしました。いやーもうついに買い終わろうとしてる時がもう来ちゃいましたね。まああとプラネールのレア物で言うと超その他にも、力持ちゴードン集めれば、まあ、ゴードンコレクションもコンプリートですし、まあ、オリジナルのトーマスも、まあ、完全コンプですね。はい。まあ、そんな感じです。いやー、力持ちゴードンは結構プレミアムですし、いや、箱ありはもうなかなかないですからね。いや、もう本当、超、なんか悲鳴あげちゃいたいな。って思っちゃいますね。しかもこれ、今から17年前のトイザース限定商品ですね。なんかセット限定の、ビルが、結構貴重ですね。開けていきましょう。中身はどんな感じでしょうか？オープンまで !3、2、ワン、ダーン。おお、すごい。いやー、ちゃんと敷居の箱もついてますね。いや。いやー、ほんとすごい。敷根の箱もついてるなって、もう、超嬉しいですね。はい、まず港全体的に見るとこんな感じですね。いや、もう、これはもうかなりすごい。かなり貴重なプラレールですね。そして曲線レールが、8本ですね。いやーもう最高ですよ。そしてで直線レール3本に2分の1レール1本。そして、単線複線ポイントレール、L、AB 各1本。そして貨車。そしてクランキー、こんな感じですね。そしてバルストロード、いやー第4シーズンで登場した船のキャラクターですね。そして超貴重中の貴重のビルですね。こんな感じになっております。いやーもう特にビルが超レアですね。
そしてベン、こんな、なんか、これ、新品というよりか、もうほぼ中古ですね。もう目がやばいことになって。まあでも、まあ状態はほぼほぼ消えるし、まあいいとしましょう。はい、まあそんな感じで。早速ですが、レイアウト作って走らせていきたいと思います。では行こう。レイアウトはこんな感じでできました。港仲見世セットレイアウトなんですけど、ビルが左側で、電話本当は右側だったんですけど、まあ中古だったため、まあ前、まあ紹介した時は結構便ボロボロでしたが、ホビーオフの、東村山店に行ってね、また、新しく買い直しました。まあ、これ1320円ぐらいかかって、特に折れとかないんです。まあ仕入れはちょこっと使用感ありますが、まあ、直せば多分元通りに、ね、なるでしょう。で顔の焼けもなく、まあ、眉毛の剥がれもほぼないかな。まあ、シールは結構しようかな。まあ、シールはまあいいとしましょう。まあ、ビルはこんな感じとなっておりますね。まあ、これは接着剤直した後なんです。全然折れ跡見えませんでした。うん、全然画面、全然なんか映像に映っても、折れた後とか全然見えない。まあ、折れた後とか全然見えなさそうですね。そしてベルとベンの上にはクランキーとバルストロードがいますね。バルストロード、第4シーズンしか登場していない船のキャラクターですね。そんな感じです。早速ですが、走らせていきたいと思います。こちらで、メアトのスイッチはオンですね。で、オンにすると、クランチがこんな感じで動きます。まあ、あと、クランキーのフックを外すこと、この荷物から外すことできて、それにバルストロールに積むこともできますね。バルストロールはもちろん手頃動かしで遊べます。そして、カプセルプラネのケビンを引っ掛けると、なんとこれが、ケビンとクランキーのシーンになりますね。いやー、カプセルプラネのケビン、まあ、本当に細かいですし、いい感じですね。はい、そんな感じです。ビルとベンの、ね、港仲間たち、いかがでしょうか。やはり感想としてはね、まあ、中古だったのが、ちょっと、まあ、中古品でしたけど、まあ、ほぼほぼ綺麗でしたし、
まあ綺麗な便が見つかってよかったし、まあビルの方もねすごい綺麗だったし、まあ比較的まあいい状態でしたね。はい、プラレールビルのプラレールベンの港の仲間たちセットいかがでしょうか。やはり感想としてはですね、まあ結構10万円近くしましたし、まあ中古品としては結構綺麗な方だったし、まあ特にビルとクランキーとバルストロードがまあ良い状態でした。まあベンは最初ボロボロだったんですけど、ホビオフで買い直し、見つけた時すごい、まあ状態ほぼほぼ綺麗だったんで、まあ買い直して、まあ良かったかなというふうに思いました。はい、そんな感じです。まあ僕があと集めるやつは、力持ちゴードン、金ピカトーマス、銀ピカトーマス、60周年記念トーマス、トラック、プラレールはその4つと、トラックマスターシリーズだと、赤鼻ジェームス、ペンキトーマス、バートラム、プロテウス、モンティの5種類で、まあ9個ぐらい集めれば、まあ、これ終わりですね。トラックマスター系はまあ、あとは貨車系が多いんでね。はい、まあそんな感じで。まあ入手困難ですが、まあ手に入れてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイ。